世界文化遺産霊峰富士の恵みと静岡県の魅力をお届けしている今回のシリーズ。さて本日も静岡のご当地アイドルロザリオクロスが登場。どこまでも美しい静岡。今日は残念ながら富士山は見えていませんね。あー残念ですが、本来ならこんなに綺麗に富士山が見えます。おお、綺麗。綺麗だよね。こんにちは、ロザリオクロスです。富士のふもと静岡には美味しいものがたくさんあります。2人は静岡の特産物と聞いて何が思い浮かぶ？うなぎでしょ、みかんでしょ、いちごにメロンに、それとわさび、それと忘れちゃいけないのがお茶。そう、正解。東京からアクセス便利な静岡県、実はお茶の生産量が日本一なんです。茶どころ静岡として全国にその名が知れ渡っているんですよ。お茶は豊かな自然を育む富士山からの贈り物。4月下旬、お茶の新芽が一斉に芽吹くと、山が、里が、大地が一面萌え色に染まります。春の新茶シーズンにはこんな風景も。爽やかでこの上ない豊かな香りは静岡茶と呼ばれ親しまれているんですよ。お茶って言うとさ、ペットボトルしか飲まなくない？でも私毎日ね、ペットボトルのほうじ茶飲んでる。あ、飲んでるね。今日も飲んでる。今日も飲んでる。美味しい。まあね、お茶美味しいけどね。で、今日はそんな2人に合わせたい人がいるの。誰誰？というわけでやってきたのは、旧東海道の岡部宿、玉露の里。お茶とおもてなし文化を発信するお茶どころ静岡ならではの癒しスポットです。楽しみ。誰だろう、誰だろう。失礼します。ボンジョー。え、ちょっと待って。何？外国人の方なんだけど。外国人？こちらへどうぞ。あ、合ってる。失礼します。すいません。こんにちは。失礼します。失礼します。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのフランス人女性は小山エロディさん。日本文化を学びに5年前来日、静岡茶をこよなく愛するお茶ラバーズなんです。ロザリオクロスとの挨拶の印に一銭入れていただきました。お茶の香りがふわっと香ってきて、すごく美味しいです。ありがとうございます。このお茶は、静岡の代表的な品種、日本茶の代表的な品種、ヤブキタのお茶 で、今日はまだ外暑いなので、ちょっと爽やかで、さっぱりしてるお茶がいいかなと思ってちょっと迷ってましたけど、お茶選んだ時なんだけどこれにしました。ありがとうございます。美味しいです。一服した後は日本庭園を散策です。なんか本当に不思議と私たちよりも日本人らしいですよね。いやいや、まだまだです。いやヘロディさんってお茶を好きになったきっかけって何だったんですか？はい、私静岡に来てからお茶との出会いがありましたね。最初は来た時はあんまり上手に日本語でコミュニケーション取れなくて、なのでもうちょっと日本人のことをもうちょっと理解したいなと思った時、茶道を学ぶことにして、でそこからお茶の世界に入りました。そうなんですね。どう、2人はお茶について何か知識とかある？いや、日本人で静岡人なのに、ねえ、なんか全然エロディさんよりもね、知識が薄いから、ね、なんかもっとね、お茶と向き合っていきたい。向き合っていきたい。せっかくですので、ここからはエロディさんと一緒に行動することに。じゃーん、茶娘スタイルに着替えてみました。どうですか？
メロディーさん、すごく似合ってますね。嬉しい、ありがとうございます。こういう格好を着るのは初めてなので、ちょっとテンション上がります。そうですよね。はい、私たちもこれ着るの初めてなんですが、これを着るってことは…そうなんです。今からお茶摘みに挑戦します。やってきたのは、山高富士山ティーパーク。一般的にお茶摘みというと、春から初夏がシーズン。けれどもここでは秋摘み新茶といって、9月頃から伸びてきた新芽でお茶摘み体験ができるんです。それでは高級茶葉の摘み方を教えます。はい、はい、高級茶葉は一芯によって言いまして、うん、はい、芯がこう見たように芯がこうありますよね。1枚2枚のこの下で摘みますけど、この時にちょっとクリップを効かすような感じ、はい、引っ張るっていう感じじゃなくて、こうひねる感じですね。クリップを効かす。クリップを効かす。それがコツですね。つむるコツ。はい。なるほど。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それではお茶摘み体験スタート。1枚と2枚のクリップ。いや割とスッて、ふわってなる。これなんかね、無心でできる、なんかね、いいです。癒されますね。緑で通いに来たらここに毎週行こうかな。毎週お茶摘みクリスマスに行かせて。こんな感じですかね。あ、そうですか。上手です。やったエロディさん、私お茶摘みって春だけだと思ってました。あー、今はね、うん、秋摘みっていうところで、はい、自然の最後のお茶摘みですね。1年で4回ぐらいできますよね。あ、そうなんですね。はい、秋に摘むのは初めてですか？私初めてです。はい、そうなんですね。いつも春、新茶の時はやっぱり、うんうん、多いから、うんうん、そう、秋は初めてで。秋のお茶の葉っぱと春の葉っぱちょっと違いますか？私秋の葉っぱの方が硬いはずだと思ってたんだけど、うん、まあ、その方がそっちの方が高いと思いますけど、うん、でも結局あまり変わらないんですよね。柔らかくて可愛いですよね。可愛、うんうん、い, い, い, いお茶摘みしてきました。みんなどうだった？はい、私初めてやったんですけど、この取る時にねプチッてできるんですけど、その感じがとても癖になりそうで楽しかったです。うん、ハマりますよね。やっぱり心が落ち着きます。うんうんうん。皆さん初めての体験にしては上手詰めてますね。ありがとうございます。できてるかな。ところで、はい、皆さんお茶の天ぷらって知ってますか？お茶の天ぷら、はい、聞いたことないです。そんなのあるんですか？はい、今はい、皆さんが摘んだ茶葉を天ぷらにして試食、食べてみませんか？いいんですか？食べたいです。そうなんです、お茶って食べても美味しいんです。最近はヘルシー食材としても注目され、天ぷらに茶そば、煮物なんかはご飯のお供にぴったり。静岡の新しい郷土料理として、いろんなお茶料理が次々に登場しています。さて一行はご主人のご自宅にお邪魔。お母さんと一緒にお茶の天ぷらを作ります。美味しく揚げるにはどうしたらいいんでしょうか？はい、なんかこれ触ってカチカチ、ほらなんかこっちはちょっとしなしなでしょ、はい、しなってしてるけど、これはカリカリしてるから、カリカリしたのから、ね、こっちに。丁寧にやるのがコツ感じですかね？そうですね、丁寧っていうか、うん、一目一目やった方がなんか見た目も綺麗に上がるし、カラッといくし。さあ出来上がりました、お茶の天ぷら。果たしてお味は？はい、それでは試食タイムです。この抹茶塩をかけてミムチンに試食してもらいたいと思います。はい、はい、パラ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 。
それではいただきます。うん、すっごいサクサクしてて、いい程よい苦さでとっても美味しいです。じゃあエロディさんも、はい、ぜひ試食してみてください。ぜひ、ありがとうございます美味しいです。うん、開けても美味しいですよね。わお、美味しい、ぜひ食べてください。ありがとうございます。後半戦は静岡茶をテイスティング、エロディさんとお茶の飲み比べクイズに挑戦。